これは…ゴーゴーペンポコリー、せーの、ドルルルーからの…ゴーゴープリンセスフェスガチャにこの方の登場が決定したようでございます。ミソラちゃん、一緒に冒険してくれるんですか？急にすごい情報が舞い込んできたわね。驚きすぎて元に戻れちゃったわ。気を許していいのかしら。どんなストーリーなのか注意しときなさい。ここが目的地かしら。お待たせいたしました。続いてのツアー先に到着でございます。この場所はランドソルならではのお土産が置いてあり、お買い物を楽しむことができますよ。へえ、たまにはショッピングもいいわね。5周年を記念した商品もございますよ。ケルちゃんにはあのウサギの被り物なんてどうですか？あ、クマさんもいいですね。どっちがいいか悩んじゃいます。なんで被り物ばっかりなのよ。っていうか私耳あるわよ。キャルの違う耳も見てみたいわね。シェフィーちゃんの違う耳も見てみたいです。あ、私も。皆様で耳をつけてお出かけをしましょう。はいはい、今度ね。で、早くおすすめ商品を紹介しなさいよね、コロスケ。かしこまりました。まずは、いらっしゃいませ。シャセー。ちょっとクロエ先輩、治安悪めのライブハウスみたいな接客やめてもらえません？いいんだって、こんなバスエテル店に来るような客、どうせまともじゃ。おや、美食殿の諸君、よく来たな。ジャブジャブ散財していきたまえ。仲良し部の皆さん、どうしたんですか、こんなところで。地域の経済活動に無償で貢献している。端的に還元すればこの店の売り子だ。ま、要は教務主任にパシられてるっていういつものあれね。永遠に達成されない奨学金獲得のため今日もチェルーマのごとく働かされている仲良し部であった。うん、あれ、でもあんたたち、さっきサレンディア救護院で見かけた気がするけど。ああ、あれはユニ先輩がバイト抜け出してご乱心中の一コマだよ。その説は撮影中に画面見切れちゃって申し訳。だが必要な乱心だった。僕は子供たちの未来を思えばこそ恥を忍んで戯れていたのだ、などと供述しており、動機は不明。して君らは何用でここへ？今日は5周年記念にツアーをしているの。ツアー？はい、たくさんの人にこの世界のことを知ってもらうため、仲良し部の皆様にもご協力いただければと。どういうこと？ご覧ください、このようなガイドブックを作らせていただいております。ガイドブック？やん、かわよ。これってコッコロちゃんのお手製？それともペコリ先輩？あ、もしかシェフィーちゃんの乙女な一面？ちょっと、なんでそこで私っていう選択肢がないのよ。うん、キャルちゃんなら絶対そう突っ込んでくれると思って。この界隈ではキャル君に突っ込まれて初めて一人前というからな。言わないわよ。あんたたち、なんで私のツッコミを縁起物扱いしてんのよ。じゃなくて、何人の真っ当な指摘をツッコミ扱いしてんのよ。いただきました、ありがてえ。これでようやく我々もこの世界の一員だ。拝むな、尊ぶな、手を合わせるな。さて、ケーキ漬けのキャル君いじりはこのぐらいにして。もう突っ込まないわよ。コッコロ君、我々の協力を要すると言ったな。何をすればいい？はい、このお店のおすすめを
教えていただけますでしょうか。おすすめ？ああ、あれですかね、マサヒルちゃんから渡されてた台本の、通称インフォメ。ああ、インフォメしたらちゃんとやんなきゃ奨学金に関わってくるやつじゃん。やむを得ん、ちゃんとやろう。チエル君、クロエ君、我々ユニちゃんズの底力を見せてやりたまえ。そうですね、我々仲良し部の底力を見せてやりましょう。チェルーン、チェルーン、チェルーン。全ランドセル国民、通称全ドセルの皆さん、チェルの穴かっぽじってよーく聞いてください。いきますよ、3、はい。5周年もやっちゃいます。一押しガチャ祭り、ガチャ祭り、どう。まず最初はこちらの情報です。期間中、星3キャラの出現率が2倍になるチェルモリガチャを開催予定です。素敵な仲間が増え散らかす爆裂チャンスとなっておりますよ。はい、そんでユニ先輩、対象の期間限定星3キャラが1人必ず仲間になるガチャが引けるようだ。仲間にする機会の少ない限定キャラが対象となっているので、この機会にぜひ引いてみてくれたまえ。さて、美食連並びに画面の前の皆さん、これだけチェルガチャ情報目白押しでも、お目当ての子が仲間になってくれるか不安、いや、ピエなんて思ってないですか？確かにちょっと不安かも。お任せください。そんな心細キッズにはこちら、スペシャルキャラ交換ガチャセットを販売予定です。こちらを購入していただきますと、対象の星3キャラ1人を仲間にできるチケットと10回ガチャチケットが手に入りますよ。しかも今回はな、ね、5周年のバクチェル記念に期間限定キャラまで対象となってます。なってます。絶対に見逃さないでくださいね。はーい、元気があってよろしい。はい、そんで次はいよいよあんたら大好きなこの情報、ドーン。全ドソルお待ちかね、1日1回無料10連ガチャ開催です。チェルチェル、今回は最大140連となってるんで、毎日引くの忘れんな。そして我々がこの程度で終わると思うなよ。次はいよいよ新たな仲間を紹介してやろう。この映像を見て腰を抜かすがいい。検出せよ。大悪党コンビの前に敵はない。はあ、驚いたか。あの世紀の大悪党ムイミ君が新たな装いで登場だ。え、パイセン待って、なんか謎のへそ出し腰パン兄さんが気になってムイミの情報ビタイチ入ってこないんですけど、なんあの主張強めなオプション。クロエ君、滅多なことを言うんじゃない。かの二人の歩みこそ失われたランドソルの歴史そのものなのだ。いよいよ叶った共演に熱い涙を流せ。てかムイミちゃんの衣装で思い出したんですけど、アニバーサリーイベントの望み神じゃないです。普段のステージ衣装でさえキラッキラに輝いてるのに、あのキラ散らかした新衣装をまとった望みぶっちゃけ眩しすぎで、え、なにこの子、天使、女神、大宇宙、マクロコスモスってなっちゃいますよね。あ、ネタバレになるんで詳しくは言及 NG なんですけど、要するにアニバーサリーイベントはみんな見ろです。おいクロエ君、チエル君が急に何か唱え出したぞ。オタク特有の早口は呪文と区別がつかない。すごい饒舌。これが噂のカヌミナスコスコ侍なのね。スコスコ侍、さりげーバズってたんだ。そんな侍どうでもいいから、もっとのぞみの衣装について語り明かそうぜ。はあ、衣装といえばあの者らも新たな装いを用意しているらしいな。あの者ら？しかり、
詳細はこちらを見たまえ。お客さんの笑顔にたくさん会いたいにゃ。入れたてのコーヒー、気候もいかがかな。というわけで、モニカ君と玉木君が新事業を起こすらしいにゃ。興味のある向きは振るって訪問するにゃん。にゃーん。そして衝撃の情報はまだまだ続くにゃ。お次はこちら。はい、画像カモン。クイーンラビリンスこと真っ赤なメガネさんに専用装備の追加が大決定チェル。いやいや、ラビ姉さん現状十分鬼強じゃん。これ以上まだ強くなんのやりすぎじゃね。知らん、僕は脂っこい情報の連続でもう疲れた。はい、ロゼッタ交代だ。あとは頼む。ポー、インフォメーションは専門分野です。え、今の誰の声。僕の愛玩好物、喋る石のロゼッタだ。わあ、美味しそうですね。突っ込まないわよ。緊急事態です。巨大な反動を捕捉しました。お、どうしたロゼッタ。こいつはどえらい情報です。さすがの石もひっくり返ります。なんだと。 OK ロゼッタ、映像を見せろ。宴の始まりだ。驚いたか。あのレジーナ・ゲッシュ、クリスティーナ卿がついに星6として登場するぞ。ハイセン、当然のように海石の手柄ぶんどるのやめてあげなよ。カルミナちゃんとこのプロデューサー、そんな大層な2つのあったの。驚くとこそこなんだ。楽しみにしていてね。仲良し部の皆様とロゼッタ様、素敵な紹介をありがとうございました。皆さんのおかげでとっても盛り上がりました。いやー、チェルほどでもありませんよ。みんなの写真もバッチリ撮れたわ。ガイドブックもそろそろ完成ね。うん、この後のツアーも頑張り。健闘を祈っているぞ。ではな。見たことないキャラもいますけど、うん、なんかちょこちょこ見たようなキャラもちらっとありますけど、うん、でも一番気になるのはなんかあのモフモフしてるやつ。ねえ、かわいいのいるな。はい、木村さん、こちらちょっとだけあらすじとか物語のポイントなんかはお願いできますか。はい、第3部のテーマは冒険となっています。はい、今まではランドセル中心に物語が展開されていましたが、今回は新たな世界を舞台とした物語となっています。その新たな世界で新しいキャラクターたちがたくさん登場する予定です。はい、はい、あとはですね、キービジュアルにも書かれているようにペコリーヌたちは馬車とギルドハウスを足したような乗り物を拠点として移動しながら冒険をしていきます。 あれ馬車ってことが後ろに見えてるのが。なるほど。そうですね、はい、かわいい。そしてそれを引っ張っているのが新たなマスコットキャラです。どんな出会いや冒険になるか、ぜひ本編をお楽しみにしていてください。はい、ちなみにこれはまあなんでしょうね、追加情報ですが、はい、後ろにいる鎧を着た猫はオスとのことです。
腕組んでるやつ、こっちにいた子だ、はい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 、そんななんか性別情報を言われたところどう受け止めていいのか分かんないけど、分かりました、はい、非常に楽しみですね。こちらハンさんいかがでしょうか。あ、そうですね、あのオスかメスというのは重要かもしれないです、というのはまあ冗談で置いときまして、はい、でもここにもしかしてムイミたち絡んでいけるのかな、どうなのかなっていうのも気になるところですね。あ、確かにね、うんうんうん、また場所がかなり新たなところになるということなんでね、はい、気になりますね、はい、こちら千秋姉さんいかがでしょうか。あ、もうクリスティーナここで大暴れするでしょうまたですか。だってもうアルティマスアバロン出しちゃったから、新しいアバロンがもうここのね第3部でもどんどん新しいアバロン増えていく新しいアバロン新しいアバロン祭りなんじゃないかと思ってますありがとうございます。ハンちゃんとめに楽しみに、はい、はい、待っておりますよ、はい、ありがとうございますね。これメインストーリーの展開がとっても楽しみでございます。木村さん、また3部に合わせてのキャンペーンも行うと聞いているんですけれども、はい、こちらをご覧ください、はい、うん、メインストーリー第3部開始を記念して特別ログインボーナスを開催します、はい、明日2月13日から開催予定しています。キャンペーン中にログインしていただけますと毎日プラチナガチャチケット1枚を獲得できます。お得になっていますので、ぜひログインしてください。あ、はい、だこれとは別にね、また無料10連も始まるんですじゃないですか、うんうんうん、いやさらにガチャチケットもらえる、いいですね、うん、確かにこれはガチャ祭りです、はい、うんうん、そしてなんか第3部に関連した情報がまだもう一つある、はい、こちらをご覧ください。はい、ちょっと似たような感じですけど、はい、ちょっと違くて、こちらも第3部開始を記念して期間限定ミッションを開催します、はい、開催期間はメインストーリー第3部開始の2月15日から2月28日を予定していまして、メインストーリーを読むと報酬をもらえるという内容がとなっています、はい、デュエルが合計で1000個、うわ、あ、まあ合計とか一発で1000個もらえる、獲得できるチャンスですね。この機会にぜひ読んでいただければと思います。これ読まないとなくなってしまいます。いや、読むしかないですね、はい、行きましょう、はい、ありがとうございます、メインストーリー第3部のストーリーを楽しみつつ、ログインボーナスもミッションも見逃さないようにしてくださいね。木村さん、ちなみにまだ他にもあったりとかしますか。はい、また他にもメインストーリー第3部の世界と合わせて新規コンテンツの追加を予定しております。紹介するのは少し先となりますが、今までのポリコネと違った新しいコンテンツを開発中なので、お楽しみにしていてください。おー、いや楽しみですね、一体何が追加されるのか、はい、メインストーリー第3部は2月15日から始まります、ペコリーヌたちの新たな冒険をお楽しみに。木村さん、貴重な情報たくさんありがとうございました。あ、すみません、もう一つありました。あ、あるわ、まだある、はい、はい、何ですか。まだ今回5周年の CM を紹介できていなかったです。CM、 はい、え、なんかじゃあ見せてもらえるんですか。はい、CM の映像があるのでこちらをご覧ください。プリコネ5周年だにゃ。にゃんで巨大化。5周年を5倍楽しむためですにゃ。キャンペーン盛りだくさんだにゃ。やばいですね。だからにゃんで巨大化。5周年もプリコネ。プリコネ5周年です。にゃんで巨大化。5周年を5倍楽しむためです。キャンペーン盛りだくさん。やばいですね。だからなんで巨大化。5周年もプリコネ。